おはようございます。今日は5月12日土曜日です。で今ね朝、ちょうど5時ですね。ゴールデンウィークにね、家族でちょっとお出かけすることできなかったので、今日明日と2日間ね仕事を休み取って、今からね愛媛県の道後温泉に行ってきます。それでは出発します。道後にね向かってる途中でちょっとねいいとこ見つけたんで、こんな感じ。今からねこれドローン飛ばしたいと思います。ドローン飛ばし終えたんで、今から再び出発します。道後到着しました。今ねちょうど9時過ぎぐらいですね。で観光前に早速いただきます。うまい。ちょうどねラッキーなことに1台だけねあそこの一番隅が空いてました。絶好ポジション。女性陣の準備がねまだもうちょっとかかりそうなんで、ちょっとねミルクとお散歩に行ってきます。なんかねすごい立派な家が多い。立派なね家が結構多いかと思えば、意外とね何古いあの住宅もね結構残ってますね。でね路地が結構狭い。あれだ、ここね普通に流れてる水路なんですけど、ね、手つけるとね温泉です。あったかい。なんかねすごいこう大豪邸。道後温泉駅、坊ちゃん列車、残念ながら今ねいません。からくり時計が動き出しました。足湯、結構熱い。今からね道後散策します。じゃん、めっちゃおとなしいよ。でかい、なんか
丸々している。はい。じゃん。俺椿に道後温泉の別館ですね。ここね、去年の12月にできた新しい外湯らしいです。道後温泉本館です。今まではね、結構この道後温泉本館のすぐこのね、横のこの坂上がると、この上がね駐車場になってて、ここでねよく泊まってました。ただね、やっぱりすぐねそばっていうだけあって料金が高い。さすがにねゴールデンウィーク終わったので、あとまた今日ね土曜日の午前中なんで、まだね観光客は閑散ですね。これ多分ね、午後になるとかなりね人が増えると思います。空いてる間にね、いろいろ楽しみます。いやいや、いいお湯でした。ちょっとね、2階見学してきます。2階じゃなくてね、3階でした。これね、坊ちゃんの間、今から見学します。てかね、すごい長い廊下。これね、横は全部貸切部屋らしいです。貸切部屋はね、こんな感じ。結構いいっすね。はい、ここがね、坊ちゃんの間。柳原極道の生誕100年祭の時に、漱石の娘向こう。で、あの、ここが今言ったら、北。これやばいんじゃない、これ。なんかすげえギシギシ言ってる。はい、ちょっと外出てみました。結構ね、足元がね、ギシギシ言ってる。3階の坊ちゃんの間はね、自由に見学できますのでね、来られた時はぜひね、見学してってください。いや、しかしね、湯上がりの地ビールが飲みたい。夏目漱石ですね。とりあえずね、ビールが飲みたいのでやっぱり黒ラベル。昼飯ね、ここ入ります。とりあえずね、ビールいただきます。うまい。愛媛のね、日向飯。ご飯。まず生卵。1、2分蒸す。卵入れて蒸す。します。はい。じゃん。2分経過。うまそう。すんげえうまそうなんだけど。
味しそう。やばいねこれ。うまい。それめっちゃうまそうやな。卵が入ってめっちゃ美味しい。ランチのシーランチは天丼です。食レポのインサイド。山かけ丼。山かけ丼。はい、せーの、ドン。うまそう。これかける？うん。エグザイルのアツシ。かわいい。うい。はい、ごっちゃん列車がね、帰ってきてました。かっこいい。すごい。東海道、ちょっと商店街ね、散策します。ちょっとここでお茶します。タルトがあるじゃん。何これ？なんかベリーチョコレート。すごい甘そう。チキラート。美味しい。うん、さっぱりしとって美味しいです。アイスコーヒー。うん、これマンゴー。ここね、まっすぐ行くと松山城らしい。ちょうどね、ここのスーパーで夕食物色します。観光から戻ってきました。ミルクで、この下にね、桜。狭い車内ですが快適に過ごしてます。はい、それではちょっと酔いも冷めてきたのでいただきます。安定のうまさ。今からお風呂行ってきます。夜の道後温泉本館です。昼前よりね、ちょっと観光客が増えてきました。やっぱライトアップされると雰囲気が変わりますね。確かね、ここが坊ちゃんの間。夜のお風呂はここでいただきます。お、結構綺麗。アスカの湯。
やっぱりね、まだ新しいので綺麗ですね。で、ここから先は撮影禁止。おはようございます。5月13日日曜日、今ね朝、5時前ぐらいですね。で、昨日ね、愛媛の道後温泉に来て、まあ観光を楽しんだんですが、そのまま、一泊して今日ね昼ぐらいに帰ろうかと思います。ちょうどコーヒーが入ったんで、今からモーニングコーヒーいただきます。いいよ。ではいただきます。うん、うまい。今日もね、昼まで観光しようかと思ったんですけど、すっごい雨が降ってきた。これはダメだな。ちょっと予定変更して帰るか。雨なんでね、予定変更して帰ります。今ね6時半頃です。愛媛県の道後から無事自宅に帰宅しました。いや、しかしね、結局高速使わず下道ずっと走って、約ね3時間半ぐらいかかりました。まあ、距離はね百数十キロぐらいで、まあ、大したことないんですけど、途中ちょっとね渋滞するところが何か所かあるんで、そこね抜けるのに多少ね時間かかりました。片付けもねある程度終わったんで、今からねこれいただきます。じゃーん、ビア。うん、うまそう。それではいただきます。うまい。今日ね、もうこのまま自宅にいるんで、ゆっくりね、家で飲みたいと思います。それではまた。